甲島は宮崎県串間市東部、石破海岸から200メートル沖合にある島。周囲約3.5キロ、標高113メートル。野生ザルが生息することから佐島とも言われ、大分県の高崎山自然動物園と共に、日本ザルの研究で知られている。中でも、海水で芋を洗う猿は、非常に有名で、島内には、京都大学の霊長類研究施設が設けられている。 無人島であるが、前述の施設研究員が常駐している。また、石所海岸と高島の間は海流によって、砂が堆積しているために浅く、引き潮の時には歩いて渡航できる場合があるが、島外に猿が逃げ出してしまう原因になるため、控えるべきである。渡航に際しては、高島渡しという渡船を利用するのが一般的である。砂の堆積が進んでいるため将来的に、 陸続きとなるのではないかとの指摘もある。前頭域が日内海岸国定公園に指定されている。甲島は自然が良好な状態で残されているため、野生動物が数多く生息する。特に口述する野生ザル生息地としてよく知られるが、その他動物ではタヌき、ノウサギコウモリが生息。鳥類ではウグイスメジロなどのほか、クロサギ、 イソヒヨドリなどの海鳥類もトライする。植生面では黒潮による温暖な気候のために亜熱帯植物が繁茂する。島内には亜熱帯、その他を含め78か196種の植物が確認されている。対岸の石波の海岸樹里にも約250種の亜熱帯性植物群があり、海岸及び砂地植物群落の代表的なものとして、 国の天然記念物に指定されている。沿岸は砂岩による地層が取り巻いているため急旬な海がけが発達。海色、風色が激しいため、至るところに湾流した入り江が見られる。無人島であるが2010年代に入ってから大きな台風の接近が少なくなったことなどから砂の堆積が進んでおり、将来的に陸続きとなるのではないかとの指摘もある。郷島は、 古くから猿が生息していたと言われ、大正時代にも旧東北帝国大学などが調査を行っており、90頭の生息が確認されている。なぜ人里離れた小島に野生猿が生息していたかは不明であるが人為的に持ち込まれたという説が有力視されている。その中で最も有名なのが、 平家の落ち武者が小島に陰性した際に猿を紳士として飼い始めたというものであるが伝承の息を出ない。もっとも、後の猿研究の中では、本土との行き来が少数例ながら観察されているので、自然分布の可能性もある。地元では、高等の猿を、和子様と呼び、神の使いとみなして、大切にしてきた。しかし、太平洋戦争後、米軍の統治下にあった頃、 米軍司令官にペットとして献上するために小猿が狩られてしまい、猿の個体数は激減した。講述する京都大学の研究員らがこの島を訪れた時、個体数はわずか9頭しか確認できなかった。本格的な研究を始めたのは、京都大学の今西金次と伊丹純一郎らその門下生たちで、戦後間もない頃だった。彼らは当初、土岬の半野生馬、 サキ場を対象とするため、調査に来ていた。甲島に野生猿が生息していることを知ると、馬では複雑な家族関係や社会が成り立っていないと物足りなく感じるようになり、関心は高等の日本ルに向けられた。そして、ここでの研究から人間以外の動物にも文化があるという説が初めて出された。 1952年に野生猿の餌付けに成功し、より綿密な観察が可能になった。そのうち、若い猿がもらった芋を海水で汚れを落としてから食べるようになった。この芋洗い行動は最初は同年代の仲間に、次には上の年代へと広がりを見せるようになる。さらには小山孫が受け継いだ。従来、文化は人間固有のものであり、 動物にはないと考えられていた。が、世代を超え時代を超えても伝わっていることは、芋洗い行動文化であるとする根拠の一つとなっている。また、多くの猿が芋二つを両手に持って走る様子が撮影され、一時的にではあるが猿が自然に二足歩行することが知られるようになった。猿一匹ずつにすべて名前をつける親子。 兄弟関係を記録しや形図を作るといった手法も、ここで始められ、京都、岩田さんの日本猿やアフリカでのチンパンジーなどよその研究でも広く取り入れられるようになる。甲島でこの手法に貢献したのは散歩撮影である。霊長類研究が、欧米人ではなく、京都大学を中心とした日本人によってリードされた理由の一つに、宗教観の違いが挙げられている。 キリスト教では人間は動物の頂点に立つ存在で人間と他の動物の間には厳然とした壁がある。動物にも文化があるという考え方は人間も動物の仲間の一つと考える仏教の世界観の方が受け入れやすかったと言えよう。現在、高等の猿及び生息地はこうしば猿。 生息地として国の天然記念物に指定されており、文化財保護法によって保護されている。戦術のように砂の堆積により、本土と陸続きになる恐れが指摘されており、島外での農作物被害、観光客とのトラブル、野生猿の研究への影響などが懸念されている。干潮時にはほぼ地続きになっていることから、2017年4月から、 福島市教育委員会が、対岸に去る対策の監視員を配置している。交通手段は、石破海岸から観光用の都線が出ており、上陸は可能。だが前述の研究施設が設けられているのみで、観光施設は一切存在しない。自然教育、エコツーリズムなど純粋な自然探照目的で、訪れるのが望ましい。なお、対岸の石破海岸には、郝島を望む展望地に、 フィールドミュージアム甲島パークという観光公園が設置されている。この公園内には芋洗いざるをかたどったモニュメントがある。ありがとうございます。